皆さんこんにちは、古川元久です。本日は私から通常国会の最終盤のところでですね、私自身、党の政治改革推進本部長として、問題を提起をしまして、で超党派で議論をして、法律が成立をいたしました。コロナ禍におけるですね、自宅や施設で自主隔離をしていらっしゃる皆さん方のですね、郵便投票をですね、可能とする、法律が成立したことについてですね、ご報告をさせていただきたいと思います。よくですね、国民主権と言われます。で、主権者は国民だというふうに言われますけれども、じゃあ主権者としてですね、主権を行使するどういうことか、なかなか具体的なイメージが湧きにくいんだと思いますが、一番ですね、この主権の行使の一端であるのがですね、分かりやすいのが、これが選挙で投票するということです。皆さん方の主権者である国民の皆さん方の一票の投票によってですね、私たち、議員が選ばれて、でその議員の中から、総理大臣も選ばれてですね、そして、その総理大臣が、まさに国民の代理としてですね、国家の、権力を行使するという形になっているわけであります。ですから、そういった意味ではですね、選挙の投票というのはまさに主権者としての主権の行使であってですね、これはやっぱり非常に大事なものであります。しかしですね、今、コロナ禍の中で感染防止の観点からですね、コロナに感染した人については本来であればですね、これは今感染症法の2条の適用になってますんで、みんな病院でということでなるんですけども、実際にはもう病院に入る人はごくわずかでですね、多くの人は、施設で、隔離、あるいは、自宅で隔離という形でですね、感染防止のために、他の人と接しないと、そういう状況で、療養をしておられます。この数だけでもですね、自宅療養でもこう3万人を超える方がいらっしゃると。で、この方々ですね、実はこれは陽性ベースですので、絶対に投票に行っちゃいけないっていうわけではないんですが、しかし、感染している方がですね、外に出る、そしてまた投票に行くということになるとですね、それがきっかけとなって感染を拡大するリスクがあるということで、これは行政の指示に、要請に基づいてですね、施設か、あるいは、自宅で、隔離をしていると、お願いをしているということになるわけです。ですから、この方々はですね、そういった意味では、間もなく、東京では東京都議会議員選挙も来週から始まります。そしてまた、数ヶ月の間にはですね、解散総選挙も行われます。この選挙でですね、やっぱ投票に、物理的にですね、やっぱり行けないというか、行かないでほしいという、要請を受けているということになるわけですね。ですから、こういう方々にですね、どうやっぱり投票権を表するかということをやっぱり考えるということは非常に大事なことだというふうに思いましてですね、これはかなり私も早い段階からですね、これだけ大勢の方が自宅隔離しておらっしゃると。ですので、この方々についてですね、どうしたら投票権が確保できるか、やっぱそういうことを考えなければいけないんじゃないかということを、問題提起をして、党の中でもですね、議論をして、党としてのですね、法案の骨子を作って提案もしてまいりました。で、本来からすればですね、実はこの今の中ではさっき申し上げたように、こういう自宅とか、施設じゃなくて、感染したでみんな病院で、病院ですとですね、今でも病院に投票所を設けて入院している人はですね、病院で投票ができるというやり方があります。ですから、そういう形になるのが本来のあり方であるんですけれども、このコロナ患者の皆さん方の場合にはですね、そういうことが、物
釣り手がやっぱりできない人がいると。あの私もですね、このどういう形で投票権を確保するかについてはですね、総務省の、まあ、選挙の担当者を呼んでですね、今の現行法で対応できるやり方はないのかということを確認しました。まあ、そうしましたら、そのまあ病院は、まあ、従来からこのコロナ以外のですね、病院で投票できるという形で投票機会の確保ができると。で、施設についてはそこにですね、まあ、ホテルなどで隔離している人については、そのホテルに投票所を設けるということも法律上は可能です。ただ、まあ、どうしてもですね、今の現行法で対応できないのはですね、やっぱり自宅にいる人たちと。で自宅にいる人たちのですね、まあ、そこに投票権をですね、投票所を設けるというわけにもこういかないので、この現行法ではですね、この自宅ので待機している人たちに対する投票権の確保が現行法ではできませんという話がありました。まあ、そこでですね、私たちが考えた、我が党で考えたのはですね、この自宅で療養している人について、投票権を確保すると。いう、まあ、そういった方向を考えたんです。もちろんですね、この、投票所以外で投票するということ、まあ、今でもですね、重度の障害者の方が事前にちゃんと届け出したりすると、郵便投票というのが設けられて、認められているんですが、かつてはですね、まあ、郵便投票がかなり幅広く認められていた時代もあったんですけども、やっぱりこのいろいろ不正も起こるということでですね、郵便投票は基本的にはダメだということになりました。ですから、どうしてもですね、やっぱりこの郵便投票っていうのはそういうこう、他の人が投票してしまうとか、やっぱりそういう不正も起こるリスクもあります。ですから、そういった意味ではですね、リスクをいかに最小限に抑えながら、しかし同時にですね、やっぱりこの主権者としての主権の行使である、やっぱ投票権をどう確保するかっていう、まあ、そのリスクとその権利の確保という、まあ、このバランスでどこまで認めるかということので、まあ、私自身が最初に考えたのは、どうしても現行で対応できない、この自宅で隔離をしている人ということでですね、まあ、そこに限った形での法案というものを我が党としてはまとめました。で、この時にはですね、実は感染をした感染者だけじゃなくてですね、今、その自宅で待機を求められて、要請されているのは、感染者だけじゃなくてですね、いわゆる濃厚接触者という人もですね、これ自宅で、待機をしてくださいと、で、いうことが求められてるんですね。ですから、そういう濃厚接触者も含めて、行政の要請によって、自宅での待機を余儀なくされている人についてですね、これはやっぱり投票権の確保というのがその主権の行使の一環として非常に大事だというそうした観点から例外的に郵便投票を認めるという、まあ、我々はそういう案を出しました。で、まあ、こういう我々の動きがですね、まあ、きっかけとなりまして、まあ、当初はですね与党の方自民党あたりなんかは特にですねもうこれは仕方ないじゃないかっていう感じで、あまりこう、前向きではなかったんですが、やっぱり世の中的にもですね、本当にこれだけの人、まあ、わずかな数ならいいというわけでもないですけども、まあ、その先ほど申し上げた郵便投票の不正があり得るとか、まあ、そういうリスクと考えて、そこまでこう法改正までして、対応する必要があるかという議論は、あるわけなんですけども、これはやっぱり3万を超える数の人たちがですね、そういう状況になるので、まあ、場合によっては今後の状況によってはですね、もっとそれが増えてくる可能性もあるわけで、やっぱりそこがそういう可能性があるのに、立法的なやっぱり手当てをしないということはやっぱり問題ではないかということの、まあ、これはですね、そういう声もこうあちこちから高まってきまして、で、まあ、与党の方もですね、それで動き出してですね、与野党の協議というものが行われました。で、与党の側から出てきたのはですね、これについては、まあ、我々と違ったところは何かというと、自宅で隔離している人だけじゃなくて、施設で隔離している人についても郵便投票を認めるという点。で、もう一つはですね、濃厚接触者については、これは含まれないというところ。そして、まあ、我々はですね、この、まあ、準備まで、法律をですね、作ってから、施行までするのやっぱり少し準備がかかるだろうと思いましたので、
まあ、都議会議員選挙はありますけども、慌ててやってですね、こういろいろ問題が起きても、これはやっぱり先ほど申し上げたように、やっぱりこう投票のですね、信頼性というのを確保する非常に大事なものですから、それはちょっと期間を置いてですね、まあ、来たるべき解散総選挙までには間に合わせると、だから次の総選挙から適用するという、まあ、そういうですね、形の私、我々の提案だったんですが、まあ、与党からの提案はですね、もう施行して直ちに、もう適用していく。だから、もうこの都議会議員選挙からもですね、適用すると、まあ、そういう案でありました。で、まあ、ここのところをですね、議論した形の中で、最終的にまとまったのは、まあ、結局はですね、与党案がベースで、になったわけなんですけれども、まあ、ただ今回ですね、この議論の中で、いくつかこのコロナ対策で問題というのも見えてきました。実はですね、我々が提案してた濃厚接触者について、濃厚接触者というのがですね、きちんと把握が実はされていないと。で、また濃厚接触の範囲もですね、地域によってバラバラでですね、非常にこう濃厚接触者というのが、そういう本来、我々考えたように、濃厚接触者に対してもきちんとちゃんと、誰が自宅であれしているか、待機しているかということが分かればですね、そういう対象にできたんですが、そういう対象にうまくできていない、ちゃんとこの把握がされてない、だからこう濃厚接触者が外されたということであってですね、まあ、この辺のコロナ対策の問題として、非常にそこは問題になりましたし、あと、実はこの感染者についてもですね、本来はですね、ちゃんとこの感染をしたい人というのについては、保健所の方からですね、こういう自宅で待機してくださいとか、こう、まあ、そういうですね、要請書が、ちゃんと送られることになってるんですけども、実際にはですね、要請書が送られてない人たちがたくさんいるということが明らかになりました。で、私たちはですね、この要請書が出てるという前提で、その要請書を添付して、選挙管理委員会にこういう形で今自宅待機を命じられているので、郵便投票させてくださいというですね、要請をしたら、その人に対しては確認をした上で、郵便投票を認めますという形にすると。まさにその行政から出された要請書とですね、引き換えにこう郵便投票を認める形というのを考えて、いたんですけども、実際にはですね、本来、法律上はちゃんと出されているなければならないのがですね、現実にはですね、みんな出てるわけじゃないっていうことが分かりました。ただ、感染者については一応ちゃんとこう、リストはきちんと行政の持ってるので、結局法律はどうなったかっていうとですね、こういうことで、自宅で療養してるので、郵便投票を認めてくれという申し入れが選管にあったらですね、そのリストを確認して、本当にそうかどうかということが、確認ができた場合に、郵便投票を認めますということになるという形になったんですけども、この議論をですね、実は通じて、郵便投票を認めるということの法律解説と同時にですね、今までのコロナ対策のやっぱり問題点っていうのもやっぱり見えてきました。やはりきちんとね、そういうものが出されていないとか、あるいは、濃厚接触者についてですね、きちんと把握されてないとかですね、まあ、そういうですね、まあ、これは実は副次的なことだったんですけども、ですからこの辺についてはですね、やはり、しっかり、そうしたことのは、やっていくべきであるということ、まあ、副次的なこととしてですね、そういうことも、まあ、政府に対して要請をしましたし、でまあ、この法律はですね、結局、まあ、いろいろ議論があって、若干の意見の違いだったんですけども、最終的にはですね、やっぱり国民の皆さん方にその投票権を確保するということは大事だということで、我々も我々の思ったものとそのままではなかったんですが、まあ、最終的に我々も賛成をする形でですね、成立をして、で、まあ、この都議会議員選挙からももう適用になることになりました。で、まあ、今回やってみてですね、私が思いましたのは、本当はこの郵便投票に対してはですね、例えばアメリカの、まあ、昨年大統領選挙のように、いろいろやっぱり問題もあるんじゃないかという議論もあってですね、やっぱりそこもこれからやっぱりいろいろ考えていかなきゃいけないというふうに思ってます。で、同時にですね、まあ本当は、いろいろ世の中からの声としてあったのは、インターネット投票がね、やれれば、郵便投票なんかいいじゃないかというような話もありました。まあ、まさにこれからの先のことを考えたらですね、やっぱりそういう時代というのも、
来るんだと思いますし、まあ、そういう時代を作っていかなきゃいけないと思っています。ですから、インターネット投票についてはですね、私たちもこうかなり前から研究もしてましてですね、このまま国会の、まあ、最終盤だったんですけれども、まあ、これは立憲民主党なんかの若手の議員を中心になってまとめた、我々もこう議論に参加を、まあ、これは党が割れる前からいろんなインターネット投票というのは議論してましたので、インターネット投票ですね、の導入を促進する、法律案というものをですね、作って、まあ、私も提案者の一人としてですね、まあ、国会に、提出をいたしました。ですので、これからですね、このインターネット投票についても議論を進めてですね、まあ、近い将来にはですね、投票所に行かなくても、投票がですね、できると。で、そしてちゃんとですね、本人確認等のそういうセキュリティもきちんと確保できると。まあ、そういう状況をですね、ぜひ作っていきたいと思います。やっぱりそうすることがですね、投票にすること、今までだとですね、やっぱり投票所に行かなきゃいけないとか、いろんな意味でこうハードルが高かった部分があると思うんですけども、インターネット投票などを可能にすること、そしてちゃんとセキュリティもきちんとやることは、今の私はテクノロジーであればですね、できると思うんですね。まあ、そういう形になるとですね、もっと多くの人が投票に行っていただくと。まあ、今大体衆議院選挙なんかでも代表投票率は 50% をちょっと超えたぐらい、参議院だと 50% いかない、まあ、地方議員の選挙だとですね、最近はもう本当に20から 30% 台というような、まあ、そういう大変非常に低い投票率の中で代表が選ばれているというような状況があります。やっぱりこうした状況をですね、で選ばれた人たちが本当にやっぱり正当性があるのかということをやっぱりこう問われてしまうんだと思うんですね。ですから、まあ一人でも多くの方々にやっぱり投票に行っていただく、いただきやすい環境を作るというのは我々のやっぱり責任だと思いますので、まあ、今回はコロナを契機に、投票権の確保を自宅療養者あるいは個施設で療養している人にするということでの、まあ、郵便投票の法案整備ということをやりましたけれども、まあ、これをですね、契機にしてよりその先のことインターネットでもですね、どこからでも投票できると、まあ、そういう状況がですね、一日も早く実現するようにですね、努力していきたいというふうに思っているところです。以上、本日はですね、私がこの国会の最終盤で関わりました、コロナの療養者についてのですね、郵便投票、そして、まあ、その先にあるやるべきだと思っているインターネット投票についての考えをですね、報告させていただきました。どうも。